川崎フロンターレの歴史を語る上で外せない存在といえば、やはり中村健吾である。クラブ一筋で現役生活18年を過ごしたバンディエラで、今年6月にはその功績を称え、自身がモチーフとなった銅像がメインスタンドの D ゲートに設置された。ウバンケ等々力スタジアムバイ富士通で行われた完成記念セレモニーに参加した中村は、 まさか生きているうちに自分の銅像が立つとは思わなかったと喜んでいる。現役時代の少しだけ意外なエピソードを一つ紹介したい。それは同業者である外国人プレイヤーたちからも多くの尊敬を集めていたというものだ。川崎一筋でプレーしていた彼は日本代表経験こそあれ海外クラブでのプレー経験はない。そのため J リーグで対戦した外国人選手が 中村のプレーに驚きを覚えることも多かったようで、試合後には向こうからユニフォーム交換をせがまれることも珍しくなかった。とりわけ熱烈だった人物として思い浮かぶのは、J リーグ得点王にもなったピーター・ウタカ、現場フォーレ甲府、だろうか。2015年、清水エスパルスとの試合後、ミックスゾーンで中村を見つけたウタカは、通訳を介しながら熱心に話しかけていた。 中村のプレースタイルがお気に入りらしく、君は J リーグで一番良い選手だ。アンドレア、キルロのようだ。と絶賛してきたそうである。ユニフォームの交換も求められていたが、試合後に当時清水に在籍していたチョンテセと交換したため、持ち合わせがない。それでもどうしても欲しいと食い下がってきた歌歌歌と約束し、クラブハウス宛てにわざわざ郵送したのだという。すごい執念である。 外国人によく褒められるんだよねと、中村もまんざらではない様子だった。その後も、試合で対戦するたびに歌川満面の笑みで駆け寄り、中村と熱いハグをしていた。2017年のアクル、AFC チャンピオンズリーグ、公衆交代戦の試合後には、当時現役ブラジル代表だったパウリーニョからユニフォームを手渡されている。ミックスゾーンで中村を取材しているとパウリーニョが立ち止まり、 自らのカバンからユニフォームを取り出し、何やら声をかけてから本人に手渡ししていたのだ。中村は驚きつつも、現役セレソンとの試合後のやりとりをこちらに明かしてくれた。試合が終わった時にへい、みたいな感じで、向こうが握手をしてくれたんです。お、と思って、ユニフォームを、交換しようと言ったら、それを覚えてくれてたみたいです。最初は忘れたんだなと思ったら、 ニックスゾーンで渡してくれた。後半に入る時も、中村は後半からの出場だった。向こうがコミュニケーションを取ってきてくれて、何かフレンドリーでしたね。なぜだかは、よくわからないですけどね、笑。実は両者は過去にも対戦経験があった。2012年、ザックジャパン時代にポーランドで行われたブラジル代表との親善試合だ。中村が先発出場し、 同じく先発だったパウリーニョと中盤でマッチアップを繰り広げていた。ACL でも2度の対戦があり、通算3回目のマッチアップだったのである。